皆さんこんにちは。 NGO 世界を見つめてで進行を務めます認定 NPO 法人 Dialogue for People 代表理事、そしてフォトジャーナリストの佐藤圭です。そして鎌倉さん、今回もよろしくお願いいたします。はい、圭さんよろしくお願いします。同じく担当します鎌倉幸子です。皆様どうぞよろしくお願いします。はい、ではいつものようにまずはこの番組の紹介をよろしくお願いいたします。はい、この番組では毎回日本の NPO や NGO で働いている方をゲストにお招きして、現地での活動の様子やゲストの方の思いを伺う、そんな番組です。はい、もう12回目ということで、本当にもう季節様々に巡り、今これ収録しているのが7月の中旬なんですけれども、暑いですよね。本当に暑いですよね。やはりこの前もちょっとニュースを見たら、はい、ヨーロッパとかイギリスも観測史上初の、はい、暑さを記録しているということですよね。はい、もう世界のあちこちでこうした気候変動の影響を表れていると思いますけれども、本日のトピックは非常にそちらに関わってくる内容になってくるかなと思います。はい、それでは早速ですけれども、本日のゲストをご紹介いたします。本日のゲストは認定 NPO 法人ウォーターエイドジャパン事務局長の高橋薫さんです。よろしくお願いします。お願いします。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、高橋さんとはですね、今から2年ほど前ですかね、Dialogue for People の記事でもインタビューをさせていただきました。水の問題って本当に世界的にですね、今本当に注目されていますけれども、長く昔からこう水の問題に着目して活動されてきたということで、そちらのインタビューもご覧いただけたらと思います。今日はよろしくお願いいたします。あ、こちらこそよろしくお願いいたします。はい、では早速なんですけれども、ウォーターエイドさんが活動を始めた経緯であったり、団体の概要などについてお伺いできますでしょうか。あ、はい、ではお話ししたいと思います。ウォーターエイドはですね、もともと1981年にイギリスで設立された団体です。そのタイミングでですね、国連がこれから10年間、水のことをしっかりやっていこうと、そういった宣言をいたしまして、イギリス政府が、イギリスの水道局の人たちを集めて、これからどういったことができるだろうかということを話し合った結果、そのイギリスの水道局の人たちが、じゃあイギリスの人たちだけにきれいな水を届けるのではなく、開発途上国の人たちにもきれいな水を届けたいと。で、そのために、そういった水衛生の専門の団体を立ち上げようということで、お金を出し合って作られたのがウォーターエイドになります。はい、でそれ以降ですね、イギリスの団体として活動してきましたが、2000年代に入りまして、アメリカとかオーストラリアにも拠点を置きながら、活動する国を、アフリカ、アジアと広げていって、今現在は、34カ国に拠点を置いて活動している国際 NGO になります。ウォーターエイドジャパン自体は、より多くの日本の方々からも応援をいただきながら、より活動を拡大していきたいということで、2013年に設立をいたしました。はい、で、ウォーターエイドのビジョン、ここにありますが、活動の内容は3本柱あります。1本目は、すべての人が、きれいな水を使えるように。それからきれいな水を使えるようになったとしても、トイレがなかったりすると、外で排泄する人たちがたくさんいて、で結果、その水源が汚染されたり病気が広がってしまうので、きれいな水プラスきちんとトイレが使えるように、それから特にコロナ以降大切になってきていますが、手洗いなどの衛生習慣を実践できるように。やっぱり衛生習慣というものが理解が不足していたりすると、きれいな水を汲んできても不衛生なその容器で保管をしてしまったりとかということがありますので、水、トイレ、衛生習慣、この3本柱で活動している団体です。先ほど少しその2013年に日本法人を作りましたというお話をしましたが、なぜ日本なのかというところを少しお話ししますと、実はこちらのグラフちょっと見づらいかもしれないんですが、各国の政府が水と衛生の援助に出しているお金がどれぐらいなのかということを表している棒グラフなんですね。で、日本は実はこのブルー、青いもので、日本政府は長らく水衛生分野に一番お金を出している援助国でになっています。ですので、水と衛生、私たちもちろんそのウォーターエイドとして水と衛生分野活動していますが、私たちだけではなくて、より多くの人たちが水と衛生の課題解決に向けて、力を注いでいく行ってほしいと。で、そのためにそれを呼びかけるために、やはりこうして水衛生にすでに力を入れている、こういった日本政府とか、日本から水と衛生の重要性を発信することが大切と考えて、日本法人を設立をしました。
はい、で少し私たちがやっている課題もお伝えをしたいと思いますが、今ここに書いてあります通り、今でも10人に1人、7億7100万人が清潔な水を使うことができません。約17億人がきちんとしたトイレを使えず、それからこれ特にコロナ禍で大切になっていますが、手洗いが自宅でできない人たちもたくさんいますし、それから世界の 43% の保健医療施設、病院や診療所で手洗いができる状態にないと。なので、診療所とかが病気が流行る、場所になってしまうこともあります。で、それから先ほどね、冒頭気候変動のお話もありましたが、特にやはり最近、日本もね、本当にもう今、もう目に見えて気候が変わっていることを私たちも実感をしていますが、やはり私たちが活動する国でも、これまではきちんと水が出た井戸がもう枯れてしまったとか、それからもう毎年のように今年は干ばつ、去年は大雨で洪水、でまた干ばつというふうにも干ばつと洪水が交互に来る。そういったことも起きていて、やはりそういったものが原因で、そのきれいな水が得られなくなる、そういった被害を一番やっぱり受けるのは各国に住むそういった貧困層の方々になります。でこちらも皆さんご存知の通りと思いますが、実はSDGs で、ゴール6で全ての人に水とトイレをという目標が設定をされていますが、実は本来は2030年までにこれ達成しなきゃいけない目標なんですが、このままの進捗でいくと、全ての人がきれいな水を使えるようになるのは2066年、それからトイレを使えるようになるのはもう2100年ということで、2030年にはもうこのままのペースじゃ達成できないということになってしまうんですね。で、その理由の一つというか、どういったことが実際その水の現場で起きているかというのを少しだけご紹介をして、で私どもの活動もお話ししたいと思いますが、はい、やはりですね、これウォータイドが作ったものではないんですが、各国で撮影をした、今使われていない壊れてしまっているインフラになります。こういった井戸が壊れて使えないとか、電気が届いていないのでこの真ん中の給水タワーも動いていないとか、そういった問題が多くあります。で、なんでこの2022年にもなって、きれいな水が使えない人たちがたくさんいるのかというと、インフラって一番分かりやすいんですが、実はインフラだけではなくて、今お話したようにインフラがあるんだけれども維持管理が行われていないとか、そもそも政府が重視してないから予算がない、または政府が力を入れようと思ってもいざやろうと思うと、どこに実は設備があって、どれが壊れて動いているのかが全くわからないので、何から手をつけていいかわからないと、そういったこともあるんですね。で、私たちがその40年間、この水、衛生の分野で活動してきた中で、こちら分析した、ちょっと変な図なんですけれども、それぞれの地域で全ての人がきれいな水を使えるようになって、でその状況が続くためには、この四角にある要素が全部揃っていることが大切ですということを示している図です。さっきお話ししたデータも必要ですし、データをもとに計画を立てて、で政府がお金を用意をして、で適切なインフラを作っていく、で水資源も大事ですし、それからそれを維持管理をするような組織制度も必要であると。なので私たちは新しい地域でプロジェクトをやるときには、こちらを見ながら、それぞれの地域にどれが欠けているかということを分析をして、それを解決するようなプロジェクトをやっています。例えばさっきお話したデータがないところであれば、こうしたデータ収集の支援をすることもありますし、例えばお金が財政面でしっかり予算がないというところでは、例えばこういった水道、この給水設備を使ったときに水道料金を徴収する仕組みを作ったりと、そういったこともやっていたりします。はい、以上となります。ありがとうございます。今本当にご説明いただいただけでも、非常にこう水を中心としながら多岐にわたる活動をされているなということがよく理解できました。で、写真を見てみても、本当に世界中の地域の写真がありまして、本当にこうした水の問題っていうのが世界的な課題なのだなということも伝わってきました。で、ここからはですね、より具体的に活動について伺えればと思うんですけれども、こう数あるウォーターエイドさんのこうプロジェクトの中でもアフリカの活動についてお伺いできますでしょうか。はい、ありがとうございます。はい、今ご紹介いただきました通り、ウォーターエイド、今現在34カ国で拠点を持っているんですが、そのうち16カ国でウォーターエイドは活動しています。でウォーターエイド、じゃあそのアフリカでどういった活動をしているのかといいますと、アフリカだから特別な活動ということはないんですけれども、実はウォーターエイド今年の2月にこれから10年間どういった活動をしていくかという戦略を作りまして、でその中で、特にこの3つ
っていうのが大きな、メインの活動に定めているところです。一つは、重点地域、つまり一つの郡であったり県であったりというところも重点地域にして、そこで、さっきお伝えしたような、どこがこう欠けているのかというその仕組みの分析をして、それを解消することでもその地域全体で、全ての人がきれいな水とトイレを使えるようにするという活動です。でその地域全体を全ての人が使い水衛生をこう利用できるようにすることで、それをモデルとしてこういうやり方ですれば、全ての人がきれいな水をこう地域で使えるようになるんですよという、モデルとして政府などに示すことで、それと同じような手法が他の地域にも横展開されていくようにと。なので重点地域をこうモデルとするというのが一つで、それからやはり気候変動というところでは、先ほどもお話ししました通り、干ばつとか洪水の影響をやはり受けがちなので、一つは、そういった干ばつの影響を受けない、それから洪水が来ても簡単にはその水没したりとか壊れたりしないような、給水設備とトイレを設置することで、気候変動の影響をもうすでに受けている人たちが、なんとか生活をその再建しやすくするというのが一つで、それから水と衛生がちゃんとずっと使い続けられることによって、やはり気候変動に対して、レジリエントな適応できるコミュニティに近づきますので、そういった意味で気候変動に、配慮のことをこう考慮した、水と衛生のプロジェクトというのが2つ目で、それから、特にさっきもお話した通り、コロナということもありまして、その特に人々の健康に結びつくような水衛生ということで、例えばそのさっき言ったような診療所とか病院の水衛生って実は結構取り残されている分野なので、そういったところに力を入れていくという形になっております。で特に最近の活動としましては、やはり2年前からコロナが各国で拡大をしておりますので、その期間中、やはり手洗いをするために水も必要ですし、手洗い自体がその感染防止に非常に大切ということで、これまでも手洗いの重要性っていうのは取り組んできた分野の一つなので、こうして正しい手洗い方法を伝えるような、看板をこう作って広めたりですとか、それから手洗い設備を作って、それを病院とか人が集まる場所に設置をしたり、特にこれは車椅子でも利用可能な手洗い設備をこう開発をして、こういうみんなが手洗いができるようにと、そういった活動なんかも行いました。ありがとうございます。今アフリカ各地でのそうした取り組みについてお話を伺いましたけれども、より具体的に例えばブルキナファソで行われている活動など詳しくお伺いできますでしょうか。はい、では今ご紹介いただきましたブルキナファソの活動について少しご紹介をしたいと思います。先ほどから話題になっている通り、ブルキナファソ、もともとその乾燥している地域なんですが、特にやはり西アフリカ気候変動の影響を大きく受けている地域の一つです。でこちらの写真ご覧いただきますと、この地域はもう8ヶ月間、雨が降らない地域なんですね。で今この写真ご覧いただきますと、ちょっと川が流れてますが、実はこの写真を撮影したのが雨季の直後、雨が降る時期の直後なので、その頃の水がまだ残っているんですね。ただもうすでにその残っている川も非常に浅くなっているので、水を汲む人たちはこうして、雨季の間ここ川だった場所なので、まだその地面を掘ると水が出てくるんですね。なので掘って、そこから出てくる水を汲んでいるという状況にあります。でじゃあここに住んでいる人たちが清潔な水を使えるように、それからこうした干ばつとか水不足、ただでさえなかなか雨が降らない地域で、1年間水を使えるようにするためにどういった活動を私たちしたかというと、こういったまずはインフラの整備というものを行いました。で、これどういうものかと言いますと、この手前にありますこの井戸ですね。こちらは、昔か以前からこのコミュニティにあったものです。で残念ながらここから出る水は、飲料水には適さないぐらい の水なんですけれども、例えば家畜だったり、それから農業だったり、洗濯とかそういったものに使う水で、それからもう一つこちらが新しく作った井戸で、これは深く掘削して深いところにある地下水を利用する掘削井戸です。でこちらは飲料に適した水が出ますので、こちらは飲み水に使うと。ただ、さっきお話した通り、地下水、全般的に地下水も豊富にあるわけではないので、これはもう本当に水汲み専用、マシンをここの隙間に入れてるんですが、これちょっと後でお話ししますけれども、この井戸にどれぐらいの水があるのかというのを定期的にきちんと記録、モニタリングして、記録をするために、こういった仕組みを入れています。で、ここのこの真ん中のこの川みたいなのが、その先ほどのこう季節的にその雨季には流れるんだけれども、乾季には川乾燥してしまう、干上がってしまう川なんですね。でここに土神島、これサンドダムという、
コンクリートの板みたいなものですねを埋めてここにダムを作りました。で、これですね、左から右の方にこの乾燥した川っていうのは流れているんですが、まあ、実は雨季が終わった後でも、まあ、さっきのちょっと写真でもありましたが、表面は水がなくなってもまだ地下水っていうのは結構残っていて、地下はこう川のように地下水は動いていたりするんですね。で、当然このダムがなければその地下の水もこうずっと流れていって、でだん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 まあその蒸発をしてなくなってしまうというところ、ここにダムを作ることでこのダムより左側にその地下水が溜まって、でこの井戸の水が、溜まりやすくなると、でそういった仕組みになっています。はい。で、この設備を作って、でその後で、まあ、そうは言っても水が足りないのは事実ですから、コミュニティの人たちが相談をしながらこの限られた量の水をこう管理をしていくというような、トレーニングなども行いました。ちょっとそちら動画がありますので、ぜひご覧いただきたいと思います。The people of the Sahel region face ongoing threats to their water resources. Unpredictable rainfall, climate change, drought, and a lack of wells leave communities vulnerable to water shortages, impacting on their health, livelihoods, and well-being. Burkina Faso has a very long dry season and is prone to drought. People need water for multiple different purposes, such as drinking, household use,cattle watering, irrigation, and construction. Surface water sources are at risk of drying up or being polluted. Unfortunately, the coping strategies of many affected communities are too fragile to deal with these threats. Uncoordinated water use can lead to localized depletion of valuable supplies, social conflicts, and marginalization of certain users.The affected communities are often out of reach of authorities tasked with water resource management, who might help with allocation of water between different users or mitigate disputes when they arise. Communities also need more than conventional wash services to be able to withstand ongoing threats to their water supplies. WaterAid has been piloting an approach to securing water resources, which combines the delivery of wash services.With actions that strengthen management and allocation of water resources. Through a mapping exercise, the community identifies perceived threats to their water resources. These threats are then monitored by the community, who measure rainfall and groundwater levels. The district government uses groundwater level measuring devices.These monitor changes in borehole water levels over time. Si namagar gursa, namagar sasa, wato yun pugum masa. Tuntun banga tuntun tar koma katigulo tuntun toto, tuntun tuntun tumototo. Wato nde tar pompa ayimula me. Tun na ingehe esige pompa ayimula. Tun nimbuida pang tuntun toto. Ni tun dumsa pang tuntun toto. Da tun tumne son hatoto nan tum buriga pu.Tetapi nanti ni masa enam makarifan ingesi, esok tumbang faham nan tum nu buruga, anak buruga nan tum bapa nan tum. Tena yer maha wa pompa water, ini akum ya koyi ni gende, asyikaran ni adam bisa yu, ni enam batam itu ni ya nanyu koma burfan, asyikaran ni akda pompa. La bursa tawa, bapa muka koyi ni gende ya, bapa itu yang bahaya, niak kaya tum ni.Wa tum lot mebo wa tum bonse wa pegabo na lumse nyuziga ti nyakye meti bamme tunbe ti jifa ta da tum jia na idigti pompa ba tun han dik pompa na ma ti tun dumse na nyube tun na tum tum bonse be ta tun na pegabo。はい、今ご覧いただいた動画で、まあ、こうして雨の量を測っている人が、はい、出てきたりしていたと、あとパソコンでいろいろ測定している人も出てきたと思いますけれども、私どもこの地域でその村の中の村の人の中から、まあ、水の専門家を育成するというトレーニングをしました。で例えばそのこの井戸の中にある水の量を測って地下水量をこう定期的にモニタリングをしたり、まあ、それから雨の量をきちんと確認をすることで、じゃあこの地域に今どれぐらい水があって、でこれから
どれぐらいの水を使うことができるのかということをまずみんなで理解をすると、でそれをもとに、住民が集まって、じゃあこの地域にこれぐらいの水の量がある、今年は去年よりも少ないから、ちょっと一つ一つの家庭が使う水の量を減らしましょうだったり、または今年はもう雨も十分降っているから、じゃあ例えばその農業でその種をまくときに、多分収穫も増えるだろうからちょっと多めに種をまこうとか、今年はちょっと干ばつかもしれないから種をまく量を少なくしようとか、そういったある水の量でどうやった生活ができるかということを、みんなで話し合っていくと、でそういった、仕組みというものを作りました。こちらもですね、はい、こういったグラフを作りながら作ってみんなで話し合っているところです。はい、ですので、このブルキナファソでは、こうしたインフラを作る、でそれからあとはその、水の使い分けですね、飲み水はこの井戸の水で、その家庭用水、生活用水はこっちの水という、そういった工夫をするですとか、であとは、コミュニティレベルでその水資源管理って、本当に広い範囲でやったりすることもあるんですが、私たちはこうしたコミュニティレベルで、それぞれの地域にどれぐらい水があるのかということを住民の皆さんが確認をして計画を立てていくと、そういった活動をしました。でこちらのモデルとして、やはりさっき申し上げたように、この西アフリカいろいろな地域で、そういった気候変動の影響を受けておりますので、これをモデルに、他の地域でも、こういったモデルが広がっていくようにということで今発信をしているところです。ありがとうございました。今見ていただいたようにですね、地域それぞれの問題に対処したり、もしくはそこでモデルケースを作って他に広げていったりということも、説明いただきました。鎌倉さん、ここまでお話を伺っていてどうでしょうか。ですね、やはり水って生きていくために必ず必要なものだと思います。でも本当高橋さんおっしゃったその水、トイレ、あと衛生習慣、これを届けていくために、高橋さんが繰り返しおっしゃってた言葉ですごい印象に残っているのが、この仕組みを作るっていう言葉でした。やはりどうしても水がないとか足りないと聞くと、じゃあ井戸掘らなきゃとかすぐそう私も思いがちなんですけども、そうではなく、やはり井戸を掘るプラスそれに関するデータを見ながら最適な活動をどうするか、でかつどのような人がどのように関わるか、そういうのをですね、やはりこうトータルで仕組み作りすることで、豊かな水が、豊かではないかもしれないんですけど、その水、トイレ、そして衛生の習慣がその土地に根付くんだなと思いました。本当 NGO のあるべき姿だなと感じながらお話を伺いました。はい、いや本当に持続可能な活動をするということがいかに難しいかということとですね、そこに丁寧に取り組まれているという視点をいただきました。時間が迫ってますので、前半はここで終わりにしたいと思います。次回後半はですね、同じくアフリカにあるモザンビークでの活動であったり、あとは高橋さん自身がですね、なぜこの NGO という仕事に関わるようになったのか、そうしたきっかけについても伺っていきたいと思っております。鎌倉さん、高橋さん、次回もどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。ありがとうございます。それでは皆さん、また次回の NGO 世界を見つめてでよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。またこのチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援ご協力よろしくお願いいたします。